法隆寺境内鏡池の傍らにある句、同区の区書柿食えば、金が鳴るなり。法隆寺は、正岡式の俳句。生涯に二十万を超える句を詠んだホトトギスの作品の、うち最も有名な句であり、場所の、古池や河津飛び込む、水の音と並んで俳句の代名詞として知られている。書室は、海南新聞1895年11月8日号。季語は柿。 法隆寺の茶店に憩いしてと、前書きがある。法隆寺に立ち寄った後、茶店で一服して柿を食べると、途端に、法隆寺の鐘が鳴り、その響きに秋を感じた、というのが悔いである。食えばは単に、食べているとという事実を述べて、下に続けているもので、鐘が鳴るなりと因果関係があるわけではない。柿は、山和名産の御書書きと思われる。 1895年5月、四季は、連帯付き記者として、日清戦争に従軍中に割血、神戸に入院した後故郷松山に戻り、松山中学の教員として赴任していた、夏目漱石の下宿に50日ほど架空した。漱石は2階、四季は1階に住み、四季は、柳原極道ら商風会のメンバーに、漱石を加えて、区会三昧の日々を過ごしていた。 その後病状が良くなったため10月下旬に帰京するが、その途中で、奈良に数日滞在している。四季の随筆、果物によれば、この時四季は漢詩にも和歌にも、奈良と柿とを配合した作品がないということに気づき、新しい配合を見つけたと喜んだという。そして、柿落ちて犬吠えゆる奈良の横丁かな、渋柿や、 荒壁続く奈良の町、渋柿や古寺大きな良の町などの区を続けて作った。もともとホトトギスは柿が大好物で、学生時代には樽柿を一度に七、八個食べるのが常であったという。1897年には、我が死にし後はという前柿のある柿区上火の俳句好みトと伝フべしという区を作っている。さらに、果物では、 奈良の宿先で下女の持ってきた五書きを食べているとき、檻から諸屋を告げる東大寺の釣り金の音が響いたことを記している。しかしこの時は、長き夜や諸屋の金つく東大寺として柿の句にはせず、翌日訪ねた法隆寺に柿を拝した。ただし式が法隆寺を参詣した当日は雨天であったため、この句は実際の出来事を読んだものではなく、 法隆寺に関するいわばフィクションの句であると考えられる。なお当時のホトトギスの病状などから考えて、実際に法隆寺を参見したこと自体を疑問視する意見もある。また、海南新聞の同年9月6日号には、漱石による、金付けば銀乱散るなり、県庁寺という、形の、よく似た句が掲載されていた。坪内敏則は、式が、 書きえばの句を作った際、創籍のこの句が頭のどこかにあったのではないかと推測している。現在では非常に著名な句であるが、海南新聞に掲載した際には取り立てて反響があったわけではなかった。高浜巨子、川島壁五島によってやまれた、俳句選集、春夏秋冬や四季集講義、巨子の四季会などにもこの句は入れられておらず、 四季の俳句仲間の中で評価されていた形跡はない。四季の次選苦衆、脱彩小句俳句町書状館に収録された後、壁後藤は、ホトトギス史上の書評において、この句はいつもの四季長であれば、かき苦労ていれば亀丸法流寺としたはずではないかと、述べた。これに対して四季は、病床六尺で、これは、有の説である。しかしこうなると、 やや工夫が弱くなるかと思うと答えている。1916年9月、法隆寺家代に、ホトトギスの筆跡による、この区の区碑が、松瀬生聖らによって建てられた。この場所は、区の前書きにある茶店のあった跡地である。前述の壺内は、この頃から、法隆寺の一種のキャッチコピーとしてこの区が広まっていったのではないかとしている。2005年、 全国果樹研究連合会は10月26日を、ホトトギスがこの句を読んだ日として、柿の日と制定した。この句のパロディがいろいろあるが、オマージュとして、柿食えば遥か遠くのホトトギスを思うわ。小林林の句で2013年出版され、ベストセラーになった、ランドセル廃人の五七五、いじめられ生きたし生けぬ春の雨マイナス十一歳、不登校の少年。 生きる希望は俳句を読むことに乗っている。夏井五木線、四季二十四区、正岡四季川で書防震車川で銅の手帳、2010年、21ページ、ただし書室の、海南新聞1895年11月8日号では、前書きは、茶店に憩い否てとなっている。山井余り万銀では、法隆寺茶店にて、病床六尺では、上語が、 書き食えば。簡山落木脱祭小区俳句長症状館では前書き、表記とも掲出したものに同じ。ABC 宮坂、129ページ AB 正岡、174から175ページ坪内12、121から122ページ、正岡、167ページ坪内、122から123ページ、宮坂、130ページ、和田五郎。 四季と法隆寺、竹1987年7月号ツボ内、122ページ、AB ツボ内、124ページ、正岡、176ページ。ありがとうございます。